作館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作館です。今回紹介するのは2011年にアルケミストが任天堂 3DS 向けに発売したニコラ監修モデルおしゃれオーディション2です。はい、はい、側面ね。はいはい。で、裏面がこんな感じになってます。で、表面から見ていくと、まあ、3DS のね、任天堂 3DS のフォーマットの帯とセロ A でアルケミストのロゴがあって、ニコラ監修モデルおしゃれオーディション2というロゴがあります。で、周りにね、結構テキストがあってね、最旬ファッションアイテム大増量、ニコラ学園でイケメンとのラブストーリー体験、憧れのニコモになろうということで、まあ、ニコラっていう雑誌が、まあ、女の子向けのファッション雑誌があって、それのニコモになるというね、ゲームで、で、まあ、お仕事しながらラブストーリーまで、イケメンとのラブストーリーまであって、ちょっとけしからんって感じなんですけど、で、あのモデルなんでしょうね、女の子たちがいろんな服装を着てて、でその周りには結構宝石が散りばめられていたり、で、あとこのピンクを基調にしながらキラキラしてるっていうのがすごい高級感のあるこうパッケージなのかなというふうに感じました。で、裏面、今日からあなたもおしゃれなニコモってことで、まあ、買ったその日からニコモになれちゃうよっていうゲームなんですね。で、画面写真がね、結構いっぱい出てます。で、読んでいくと、大人気のニコラ監修モデルおしゃれオーディションが任天堂 3DS になってグーンとパワーアップ、自分をモデルにおしゃれな雑誌記事を作ってトップモデルを目指そうということで、ニコラの雑誌編集のお仕事をアルバイトしながら、自分自身もモデルになって雑誌の中でポジションを築いてニコモとしてのランキングも上げていくというような、まあ、ゲーム内容なんだよというのはなんとなくこ うっすら分かるような、ね、作りになってます。というか文章ですね、分かりやすい文章ですね。で、いろいろ細かく書いてあるテキストを読んでいくと、モデルの仕事を体験しちゃおう、いろいろなショップで買い物をして楽しんじゃおう、ニコラ学園で面元共演、ストーリーも増えたよ、ネイルやヘアメイクも楽しめちゃう、でダウンロードやパスワードでもどんどんアイテムが増えちゃうという感じで、まあ、いろいろと要素があるんですけど、なんでこうね、いろいろとこうなんかボリュームが増えたよっていうようなアピールが多いのは、当然これ2ってついてるからなんですよ。で、1作目のモデルおしゃれオーディションっていうのが任天堂 DS で発売してて、で、これが2作目で 3DS に出たから、まあそういう1との比較ですごく豪華になって立派になったよってことなんですけど、一応この説明をしておくと、1作目のリメイクが任天堂 3DS で、あのモデルおしゃれオーディションプラチナっていうのが出てるんで、そことあのこれ混合しないように、で、ジャンルは、雑誌系モデルシミュレーションということで、みんなこれでニコモになりましょう。以上、作館でした。